こっちの方に背中をこう預けに行くように回すと、結構目線が一気にこっち遅れるから最短距離で回せたりとかするんだな。はい、毎度コケスです。今回もこういうねフラットな場所で誰でもね、どこでも、まあ家でもね、練習できるようなことを皆さんにお伝えしていくシリーズです。この間プレスのね練習というかバックノーズとか名称までをやらせてもらったんやけど、次はここでちょっとトリックをしようと。プレスも確かにこういう場所で撮ったらこれもトリックなんやけど、ちょっとねそこで板をね動かしていろいろしていこうということで、はい、やっていきます。あとは乗るとかね踏むとかもちょっと説明できたらなと思うので、結構ね最後まで見てくれた方がいいかなと思う。こういうところでできやんとマジで滑ってもできへんから、はい、という感じでねちょっとやっていきたいと思うんですけど、ギア紹介いっていきます。はい、 GT スノーボードのね2324モデルゼノ、はい、ユニオンのウルトラ2324モデルね、ディラックスも2324モデルの DNA プロで、ウェアは83ね、はい、で中はリペリ、はい、でタオテックのグローブとインナーグローブと、でスタンスのビニーでお送りしたいと思います。言っとくわ、これ言っとくで、ノーリーでめっちゃ使う技術、ここの最後でちょっと紹介するから最後まで見てみてください。まずは、なんて言ってもこういう場所でプレスができたんで応援をやりましょう。難しいけどこれも練習、できなくてもいいから形取ってみんな、ちょっとそれやっていくわ。そしたらまあこういう場所でスピードがないかきっかけが必要なんよ。でこういう場でちょっとねエッジかかる場所をこうやって探して、こっからまずは27の練習、こういう感じでコンパス、スライドでもいいからこういうとこでエッジをかけて上半身先行するとこうやって板がついてくる。まずはこの練習、これめっちゃ大事だから、上半身先行すれば下半身連動する、下半身がついてくるよっていう練習方法、こういう感じ。じゃあここから、はい、先行270度乗せ替えて27、難しかった？まずはこういうのができてプレスを取った、でここで乗せ替えるときにこっちに遠くにこう乗りに行くんじゃなくて踏んでる位置に持ってきて、で仙骨強くすると板がこうやってずれてくるから上に飛んであげる、こういう感じ。綺麗に2727できなくてもいいから形をみんな取って、これじゃあ次こっち反対の方でもこうやってこういう感じ。こういう場所でまずは先行して270度でこいつを乗せ替えで、最後乗せ替えたらこっちにすると板がずれてくるからこういう風に返す。バタバタでもいいから雪の上やったら滑ると思うからぜひやってみてください。もし家とかフローリングでやるよう練習したいよって場合はソールカバーをしてこういう、多分滑らんからこういう練習、乗せ替えのこっち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 っていうコサックダンスみたいな、こうやってで頭の位置は変えないようにして、この位置からこういう感じ。え？キモいは言い過ぎやろ。だからこれすると安定感増すかな。しかも手も使わなくて余計に軸も保てるし、でこの状態から踏んだ時はちょっとこいつ引き上げとくね、ペタッてしない。初めはこうやって両足でもいいんやけど、できてきたらこうやって上げてあげる、でこっちも上げてあげる、でこっち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 っていう風にすると乗せ替えの練習になるから。次はじゃあ B ドライブ、こういう場所で逆先行の練習もしてもこういう感じ、逆先行から先行して板をこうやって ずらす、これぐらいの練習技。
さっきの応援の27の入りと似てるから、逆先行から先行者いたらこうやって連れてくるよって。フラットな場所やったらこうやってエッジのこういうところかかるんやんね。これをかからないようにどうすればといいかと。ほんならこっちに乗ってるのをこっちに乗ってあげて、こいつはちょっと浮かしておくとかね、そういうのをやってあげて、まずは板をついてくるような感覚をしっかりとこういうところで練習。これは別にセンターにおらんでもいいから、こっち軸にしてずっとこうやってずっとこうやって回るとかでもいい。そこはみんなに任せる。立ててこういう風にドライブ仕上げるとかね。やってみてください。あとはノーリーとかそこらでも先行を使うんやけど、こういうのをなんていうの、ここの角度わかるかな、腕と板の角度ちょっとついてるでしょ今静香ちゃん見て。これをこういう風にすぐ戻る人おるから、こういう風に先行してた腕がすぐに戻っちゃうって人もおるから、こういうところでなるべくこうやって戻らないようにっていう練習もできるから、ぜひやってみてください。腕で振るのもいいんやけど、こういう風に先行するのもありね。肘からこっちの方に背中をこう預けに行くように回すと、結構目線が一気にこっち遅れるから最短距離で回せたりとかするんだよな、ローリーの時に。これやるだけで全然5と7の差っていうのがここで生まれてくるから、ぜひやってみてください。こういうところをフラットな場所で練習してあげると全然変わりますよって感じです。今回はねそれぐらいをちょっとまとめて話しさせてもらいました。はい、でやると行き上がるね、これね、あったかくなるからアップにもいいと思います。はい、なるべく人いないところでやってください。ごめんなさい、今回なるべく端っこではやってるんですけど、気をつけてください。こんな感じでビデオクリニックとかいろいろね、人の滑りを見てこうした方がいいとか改善点とかね、いろいろオンラインレッスンでもしてますので、興味ある方はね公式 LINE の方登録よろしくお願いします。はい、そんな感じで終わっていきたいと思います。じゃあバイバイ。